こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアチでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はあいみょんの初恋が泣いている。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前あいみょんです。活動は2014年からしました。事務所はエンジュエンターテインメント、レーブルはアンボルデです。この曲はカンテレとフジテレビ系月10ドラマ恋なんて本気でやってどうするのの主題歌に起用されています。でもこの曲は以前にあいみょんが書いて温めていた大事な一曲でした。初恋を擬人化して表現して書いた曲で、あいみょんさんがこの曲についていろいろな想像力を働かせて聴いてほしくて、それぞれの解釈で聞いてもらえればいいかなとコメントをしました。それで皆さんの想像力を働かせて解釈しながらご覧ください。それでは行こうよ。ドラム소리부터나사운드가진짜옛날사운드레트로를잘살리고잘어울리는것같아되게딱옛날그편곡기법에다가요새의장비로만들면이런느낌이구나그러면서또멜로디는되게요즘현대적인것같아사람들이그런이야기를하더라고스피치의전통후계자라고 아이명뮤비는이번에처음이잖아요 연기도되게잘하시더라고요 못하는게뭐야중간에한번씩카메라를볼때가있는데진짜보고있어봐코빨개져가지고다들이럴때없었어혹시있었죠아지원이형어제이랬던것같은데실제로옛날에사귀었던사람이랑헤어지고진짜저렇게오열을하신적있다고하더라고그기억을잘되살려가면서연기하지않았을까싶어요이게그거구나왜야끼니쿠에서찍었을까계속고민을했을때세이가눈물을감추기위해서뭔가눈맵잖아요연기들어가서그럼여기서울어도좀슬퍼서우는거안같으니까자기빼고남들은다알죠그발상이너무귀여워아버지가피해엔지니어시래근데처음에선물해준게일렉기타였는데일렉기타는별로재미가없어서버렸는데그다음에얻게된게그아코기그때부터이제만지면서지금의아이뮤탄생을하게된외국인선생님이두고가맞아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 피아노줬으면달랐겠네요다른아이유이지금 뭔가이런편곡을되게청량하게들리잖아요이게탬버린이되게숨어있거든요이렇게숨어있고글로켄슈필이라는실로폰비슷한악기가계속들어가있거든요그게되게고음역대악기인데그게귀를계속때려주면서청량하게느껴지는약간그게들어가면 J-POP 같은느낌이죠그것만빼면사실옛날 K-POP 이랑이렇게다른게별로없을것같은데이게들어감으로써약간 J-POP 이완성되는점점슬퍼질것같아사람들저렇게많은데서혼자서밥먹으면서그리고점점술이들어가면들어갈수록이게더감정이올라오잖아또이청량한음악이랑반대되는뭔가모습인데이게너무조화가잘되는것같아요곡만들으면되게산책할때듣기좋은곡이다싶었는데뮤직비디오보니까이건또아닌가싶어요근데산책하면서옛날첫사랑을한번떠올려보는시간
카운터석에 있는 야키니쿠 집도 많았습니다. 혼자 먹기 좋은. 저기가 맛집인 거 보시죠. 아니 옛날에 여기 같이 온 거 아니야? 아 그랬어. 아 엄청 좋았어. 같이 왔을 수 있어. 밥 먹는 것도 되게 진짜 억지로 먹어야 살 수, 견딜 수 있으니까 이 느낌도 잘 전달되는 것 같아. 아니면 그런 적 있잖아. 진짜 먹고 싶어서 갔는데 아 예전에 그 사람을 같이 왔던 거 자기도 모르게 갑자기 생각나서. 맞아. 그래도 맛있어. 마지막은 CF 같다. 어, 혼자만 딱 비치니까 딱 이 공간의 주인공으로 만들어주는 느낌. 다 먹고 살 빼려고 뛰어가는 건가? 저 감독분이 마리골드부터 계속 아이명이랑 작품 많이 하고 계시고 뮤직비디오 많이 찍고 있다고 하더라고요. 아예 느낌이 다르네요, 마리골드 뮤직비디오. どうでしたか？なんか2000年代と2010年代まで日本で結構活発に活動してたユイっていうアーティストがあるんですよ。で全く同じ感じのアレンジとか構成だったんですけど、その時当時に流行ってた感性に混ぜて、アミオンだけの、あの魅力を表現したんじゃないかなと思ってます。J-POP ではシンガーソングライターっていうのが一つのジャンルなんですけど、アイミョンさんはそれとちょっと違う J-POP よりの、 あのメロだと思うんですね。シンガーソングライターだから完成で許されるメロじゃなくて J-POP としても成立できるメロディなので、本当にメロ書くのがうまいなと思いました。なんか僕は歌詞が派手じゃなくて誰にも感じるような歌詞だからもっと感じやすいと思ったんですが、マーブル映画とかアメリカ映画じゃなくてたまには何も考えなくてなんかもう普通に見たいなの、その時にめっちゃ聞いたらあ僕の話じゃないって感じれるような、なんか聞きやすい曲でした。わざわざ美しい思い出だけ残してた初恋の悲しい思い出が思い出して、僕も焼肉屋さんで一人で食べに行って泣いちゃおうと思いました。僕は音楽だけ聞いた時はあめっちゃ爽やかでめっちゃ乗り換えた大人っぽい愛を表現したかなと思ったんですけれど、 MV と一緒に見たら逆に我慢しながらなんか焼肉食べて泣いている姿を見てもっと心に響いた感じです。今日もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。ビルドモー初恋が